日ごとの糧2021年12月25日あなたたちは私が命じることをすべて忠実に守りなさいこれに何一つ加えたり減らすことがあってはならない新明紀13章1節その掟とは神の子イエス・キリストの名を信じこの方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことですヨハネの手紙第13章23節 神様が求めておられることの中心的な内容は、キリストを信頼することと、互いに愛し合うことです。神に愛されていることを深く味わい、礼拝し、その愛を土台にして、お互いに神にとって大切な存在として尊敬し合うこと、これがとても重要なことです。それが中心的な課題であり、それを本気で実行しながら生きていけたら、 他の諸問題というのはきっとそれほど大きな妨げにはならないのかもしれません。でも私たちの心の中には、なんかあれもこれも守らなければならないのか面倒だなという思いがあって、まあそれにこう翻弄されたりして、本当に中心的な課題を見つめることが少なすぎるようにも感じます。神様に対しての態度、そしてそこでの深い安息のま享受というか受け取ることですね。 その心で自分も他人も神の祝福あるようにと祈ることそれを願いつつ生きることそれができたら誰かに対して大きなことをしなくてもきっと祝福を分かち合っている生き方に通じるんだと思いますつまり誰かに笑顔を見せること誰かにいてくれてありがとうと伝えることそういう作業の中で本当に大切な掟を守るということが実践されているんだと思うんですよね。 ま,あまずは神様の愛に気づき感謝し礼拝することから全てが始まるということなのかもしれませんあなたたちは私が命じることを全て忠実に守りなさいこれに何一つ加えたり減らすことがあってはならないその掟きてとは神の子イエスキリストの名を信じこの方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです クリスマスマおめでとうございます。神様の祝福が、そのクリスマスの恵みが今日あなたに豊かに届きますように。それではまた。